涙を見つけて歩き出すために生まれたのさ。答えはきっと風の中にある。ありがとうございます。今日は何でしょうか。今日はですね、小判ザメ。小判ザメ、小判ザメ、小判ザメ。ここがあのほら大きい魚にベタッとくっついてる。あれ、初めて見ました。僕も初めて見ました。でもほら、要はそういうなんか海ながらドキュメンタリーのやつなら、はい、ね、こうクジラとかにこう後ろにこうピタッとついてる、あれ、あれなんだ。ああ、そうなんですか。はい、で、つもとしきです。つもとしき、はい、はい、三つ星のジョニーちゃんがやってくれたつもとしきですね。うーん、今だいたいね、取って神経取って、はい、はい、動脈から血、水圧かけてやったらやつです。はい、はい。でね、どうやって売ろうかなって考えたんですけど、はい、まあ、当然ね、品番がないんで。あ、品番スーパーではちょっとあれなんですけど。で、あ、そんな取れるんですか。うん、まあ、これが、こんな形になってるんですけど、もう今日もゆっくりもう、こねくり回してね。こねくり回してね。いたぶり回してね、やっていこうかなと思います。もう合うけどね、これね。こういうこと言ったら。でやる前に、まあ、いろいろ予習、はい、予習中に調べさせてもらったんですけど、はい、サメじゃないらしいですね。サメではない、うん、はい、コバンザメって言ってもサメの仲間ではないらしい。スズキ目かスズキ科かどっちか忘れたけど、スズキ目コバンザメか。ほー、うん、まあ、話はこれ1個しかないよね。あーですよね。うん、もうこんな見たことないもんね。見たことないですね。なんか長靴の裏のなんかゴムの部分みたいな。ああ、ちょっと違いました、ね。新しいこうやってくっつくんですよ。うん、新しいの。そうそう。すごいですね。うん、あのそういう動画もあのジョニーさんが受けてました。とりあえず、やってみましょう。はい。はい、初めてなんでね。うん。これ食べるんかな。食べるんですか。これ食べる。いやいや、頭特にちょっと邪魔やなと思って。ああ、うん、はい。おお、すごい。本当だ、くっついた。あ、押し加減。ああ、なるほどなるほど。ああ、すごいですね。これ伝わるかな、これ。はい。この強さ。はい、よ。ああ、もうすごいですね。くっついております。取るよ。はい。取るよ。はい。おお。ちょっとここ行こうか。はい、わかりました。はい。皮は。ちょっとサメとちょっと違うかなと思うね、やっぱ。あ、サメ肌ではないですか。うん、ちょっと、うん、ちょっとサメのようなザラザラ感はないですよ。うん、うん、けどやっぱり厚いのは厚いの。あ、皮がごつめで、うん、皮がごつめ。おお、生食で食ってたよね。あ、生食なんですか。うん、仕立てしてるから多分。あ、うん、すごく、はい、あの身質が本当、うん、なんか綺麗な、うん、油がね、回っていい感じになってると思うんですよ。はい、でおろしたことはないんで、はい、ちょっと手際は悪いかもしれないですけど、こんな感じ。あ、綺麗な、うん、綺麗ですね。でやっぱりちょっと三角骨きついね。あ、だから、反対側はもしかしたら、もしかしたらで、はい、うん、初やで、ちょっと思うんですよ。出来は悪いかもしれないです。いい、
なんか皮が硬そうなのが伝わってきますね。なんかうん、ちょっと皮は硬いね。で、おそらくやけどここまで行って、はい、これ、まあ、もうちょっと大きいのも行ってね、はい、ここまで行って、ここから鼻ポレから取ったのでいいと思うんですよ。あー、うん、タラ方式ですね。だいぶきついな。変な起こし方なんですよ。おお、うん、こんな感じ。あら、綺麗。あらららら。おお、あ、かなり来てますね、三角。うん、三角がだいぶきついんでね。うん、後ろの方はね、普通。はい、ちょっと待て。後ろの方はね、はい、うん、普通だわ、こういう。うん、丸いのがあってちょんちょんと入ってるけど、はいはい、前の子はこうやってあばら骨のここのところが結構きついんで、うん、今みたいな感じかな、いいんかな、はい、はい、で、うん、確かに硬いね。すごく硬い。この鹿児島で取れたやつなんですか？うん、だと思う。ジョニーちゃん持ってきたから、はい、鹿児島で、今日はね、僧侶の関係で僧侶、はい、僧侶送るね。ああ、はい、そっちの僧侶ね。なんか違うことない。他に何かあるけ、僧侶って。僧侶うですね。そう、あ、僧侶の、はい、あ、坊さん。違う違う、僧侶う、僧侶うですね。僧侶、僧侶、はてなまなけただけで。あんまり、はい、すいませんでした。はい、一応、はい、教育ビデオやね。あ、教育ビデオで、はい、もうこっくりいっぱいつけんふざけるなんだ、仕事中に。そしたら探し出しましょうか。で、はい、ね、あ、チアイボネ、ここまであるの、はい、うん、ここまでやな、ここまであるの。で、チアイボネ抜いていきます。はい、抜けますか。うん、大丈夫、下手でなるで、はい、これ下手でなかったら多分かなり硬いと思う。あ、うん、下手であっても硬いわ。すいません、下品な笑い方して。面白かったです。そろそろさ、こうそろ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 緩くなってくる頃なんや。はい、スタッフで身は柔らかいと押さえるとちょっと、はい、ぐちゃって何度もやらないし、うん、ね、おそらくやけど、そのね、私こういう、はい、ペンチスタイルの骨抜き使ってますけど、はい、普通の挟むやつ、はい、あれだとちょっときついんじゃないかな。パツンパツンって取っちゃう、滑ってまうっていうか、うんうんうん、骨も太いですか？太いです。あ、もうタイとかああいう系の骨抜いてるような。そうやの、あ ん,、うん、あんな感じだよ、ね、うん、間違いなく残しておいたって、うんうん、切った、骨切りしたって口に残ってしまうぐらいの、はい、うん、あっさり割っても多分いいのかなと思うんです。うーん、のほら魚体がさ、そんなに大きいやつじゃないけど。そうですね、うんうん、ほんと硬いよ、うん、ここ、あー、だいぶ太いっすね。こんなね、あらららら、うん、あっちではメジャーな感じなんですか？あ、どう、あ、うん、でも、食べることしか知らなかったでね。うん、僕もなんか加熱用かなんかのお魚かなと思ったんですけど、うん、はい、これ、はい、入りました。はい、はい、
頭を食べてたんやての、はい、頭をですか、うん、うん、あでも全然俺カマ残ってる、カマじゃない、あれが残ってる、そのまま残ってる、頭をなんか煮て食べるやつ、変な魚おじさん、変な魚おじさん、うん、変な魚おじさん、頭、ああはい、これここなんかゼラチンっぽいで、ああいいですね、うん、なるほど、煮て食べようかなと、おお、はい、いいですね、ここらもちょっと気にするし、こういう撮り方しない方が良かったかな、もうちょっと後ろ撮っても良かったかな、あ、撮り方ですか、うん、であと歯がこういう細かいのが並んでるんで、はい、うん、これをちょっと撮ります、はい、はい、お願いします、はい、あ、切れた、皮は引きやすい感じですか、うん、引きやすいです、ちょっと失敗した、あ、うん、こんな感じの身だね、でも包丁もこんな、あー、うん、すごい脂が乗ってるの、これがまあまあ仕立ててるでやろうと思うけど、ここまで脂がつくのはね、はい、うん、仕立ててなくてもこんだけ脂もあるのかな、うん、おー、スーッといきましたね、うん、それと、はい、頭、はい、うん、ここが多分美味しいんだろう、うんですね、うん、と思います、お、この子はいらないな、はい、今日はですね、はい、まさか自分でも食べれるとは思わなかったんですけども、はい、小判ザメ、小判ザメ、はい、はい、やってみました、やってみました、でも美味しそうじゃないの、はい、いや本当ですね、うんうん、美味しそうです、うん、本当に、まあ、ちょっと品番がないんで、はい、宣言その他で売っていこうかなと、ああ、はい、それでは、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。